どうも、ジミーです。今日は皆さん普通のアマチュアじゃなくて、ご覧の通りジュニアのレッスンをしてるんですが、ジュニアがゴルフを始めるにあたってすごい必要なことがあるんですよ。何かっていうと、やっぱ準備運動がすごい必要なんですね。まあ彼は8歳なんですけれども、8歳の時にいきなりこんなに触れるかって言ったら触れないんですけれども、ある運動をすることによってクラブを簡単に振ることができるようになります。なので今日はそこを紹介していこうかなと思います。これからジュニアにゴルフさせたいなっていう方とか、今ジュニアゴルフやってるけどなかなかうまく振れないんだよねっていう人たちにはとても参考になる動画にしたいなと思ってます。ではやっていきましょう。ゴルフを始めるに至ってゴルフスイングの形とか何かはあまり気にしなくていいんですよ。この子たちがまず覚えなきゃいけないことはクラブを振ることですよね。すなわちスイングを覚えること。スイングを覚えてしまえば子供たちはこうやってスイングできるようになってしまうんですよ。ただゴルフクラブを感じに振ってるのは結構苦しいんですね。なぜかというとジュニアの子たちは力がまだないので、クラブよりも軽いものを振ってまずは身体の軸を整えることが必要不可欠なんです。ここを今日は紹介していきます。じゃあ子供たちに何のクラブが一番簡単なのかちょっと聞いてみたいなと思います。どのクラブが一番簡単？ドライバーが一番軽くていいやつだそうなんですよ。ここでみんなあれ？と思った人いると思うんですけども、皆さん7番アイアンから大体スタートすると思うんですが、彼らは7番アイアンからやっても面白くないんですよ。なのでスタートがもういきなりドライバーなんですね。ドライバーをバシッと打つことが彼らのゴルフ楽しいっていうこの気持ちになるので、僕らはドライバーから教えちゃいます。ナイス。面白いんですけれども、スイングについては僕はあんまり何も言わないんですよ。それよりもしっかりとスイングを振り切る、振り抜くことが重要ですよってことを彼らには伝えてます。振り抜いてみましょうか。思いっきり行ってみよう。いいね、もう一回行ってみよう。いいね、もっといけるでしょ。で、こんなちっちゃい体なんですけれども、ドライバーなかなか振り回されないで軸の中で綺麗にスイングできてると思います。でも僕スイングの形こうですよああですよは一言も言ってないんですよ。実はこれを作るにはある道具が必要なんですね。この道具を振らせる。そうすることによってスイングは自然とナチュラルに綺麗になっていくんですね。ゴルフどこが楽しいって聞いたら、やっぱドライバーで遠くに飛ばすことってさっき言ってたんですけれども、そこが子供たちのゴルフやりたいなっていう気持ちにさせる最初のポイントかなと思います。ゴルフさせたいなって方々はやっぱりドライバーを最初に打たせてあげることがいいのかなって思います。クラブだと子供たちには運動されるの重すぎるんで、こういうホースですね、前も使ったと思うんですけど、パワーバランスっていう僕ら使ってるホースなんですけども、こっちは大人用の90センチなんですが、ちょっと買ってくれる？これは子供用なんですよ。子供用にすると約70センチ、70センチにすると小さい子たち振りやすいので、このぐらいのホースホームセンターとかで買ってくるといいと思います。見てください。これぐらい違います。振ってみましょう。で、説明は簡単です。この軸の中で動かないようにして、いかに速く振ることをできるかどうかを教えるだけですね。ビュー、ビューって振ってみましょう。そう。頑張れ。そう。単純なんですけど、これだけなんですよ。僕らは教えてるのこういうことで、体の動き方から連動性とかを教えてあげるだけでゴルフは簡単になってきますよ。皆さんいかがだったでしょうか。
その子供たちってやっぱりゴルフ、僕がちっちゃい頃もそうだったんですけど、やっぱ結構孤独なんですよね。やっぱみんなで一緒にできたらゴルフ皆さん楽しいなと思うと思うので、ちっちゃい子たち周りいっぱいいればみんなでゴルフできたらいいと思うので、このスタートのきっかけとなるあの運動、スイング、振り抜くことを教えてあげるだけで子供たちは自然と上手くなりますから、この動画がいいなと思った人はグッドボタンを、またコメントもどしどしお待ちしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイ。